皆さんこんにちは。福田音楽教室ピアノ講師の福田理恵です。今回皆さんにご紹介するのはこちらの子どもの歌ベスト10、こちらの方の76ページ、ジングルベルを皆さんが簡単伴奏で弾けるようにしたいと思います。それでは一度全体を確認してみましょう。では右手のメロディーです。今回左手の伴奏がですね、真ん中のドまで来ますので、右手のメロディーがぶつかってしまいます。なので1オクターブ上げたところで演奏してください。これが一つのポイントです。あとは指使いがそれぞれに変わってきますので説明していきます。ドドラソファドドドラソファレ、なんですけれども、ここも親指になります。レレシラソミ、また親指になります。ドレドシソラドドラソファ1番、ドドラソファ1番、レレシのフラット3番です。でシラソドドドドレドシソファドで、ここはサビですね。ランランラランランラ、ラドファソラシのフラット、シシラッラララソソファソド、ここはリズムが、ソドと、素早く移動させてください。ランランラランランラ、ラドファソラシシシシシラッラララドドシソファ通して弾いてみますね。ドドラソファドドドラソファレレレシラソミドレドシソラドドラソファドドドラソファレレレシラソドドドドレドシソファドラララララララドファソラシシシシシラは左手の伴奏です。今回は4つのコードを使っていきます。まずはファラドです。ファラドという、これが F です。そしてファシレファシレというふうにして、このシのフラットがついていますのでですね、 B フラットです。でミシのフラットドというミシのフラットド、これもシのフラットがついています。 C7 です。で、ただのソシレソシレ、これが G です。ファラドですね。ファシレミシドというこの4つのコードが入ります。では、伴奏のところを行きますね。はじめは F です。これ
これ二分音符ですね。タタ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 タ。ここで B フラットが出てきます。です。またタタタタタ。C セブンです。タタタタタタタ。F ですね。タタ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 。ここまではですね、この最後の C7 の他はですね、上と全く一緒ですよ。で、四分音符です。タタタタタタと4つずつ刻んでいきます。タタタタタ。で、次は、B フラット2つです。タタタタタラタタタですね。で、タラタ、ソシレのところが来ました。 G です。で、タンタと C7 が2つです。タタタタタタタラタタタ。で、B フラットが2つ。タタ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 ラタラララ。 C7 が2つ。ダンで、初めに戻る。 2番に行くときは F をもう一回タタタラララと行きますけど、最後のところは下のファを弾いてあげてください。タンドーンと。では通して弾いてみます。タタタタタタタララ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 ラタラララララタタタタタタタラララララタタ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 。それでは全体を両手で弾いてみます。はじめに弾いたのは1回だけでしたが、今回は2番までのジングルベルを弾いてみます。皆さんも、よく知っているこのジングルベルの曲、4つのコードで、簡単に弾けるので皆さんも試してみてください。最後になりましたが、皆さんチャンネル登録お願いします。ではメリークリスマス。